光一つも届かない、冷たくなったこの部屋で、最後になったゆりかごを揺らしましょう。彼女は彼に笑顔と無償の愛を捧げました。さよならのその時もこう言いました。泣かないで、私はきっとあなたに通されたいと望んだの。悔やまないで、すぐに会えるからね。もう大丈夫、あなたはきっと来るってなんかないと思うの。少しだけ愛にある、ただそれだけ。誰は彼女の命を自分の手で終わらせました。二人にとって何よりも大事な日でした。鉄格子に囲まれ、死んでる目で息をして、何千回許された後もこう言いました。この手は血でふやけて、元にももう戻らないけれど、悔やまないよ、すぐに会えるからね。でも思い出して、泣くよりずっと思い出せないことに怯える。迷いはない、後悔もない、少しだけ怖いけど。それは今最後の時、震える心身と引き換えに思い出します。彼女の言葉を今泣かないで、私はきっとあなたに通されたいと望んだの。悔やまないで、すぐに会えるからね。もう大丈夫、あなたはきっと来るって泣かないと思うの。祝福も鐘が鳴り、足元が軽くなり、今会いに行く、今会いに行く。